ようこそアメリカへ。ありがとうございます。リンゴルフフューチャーズトーナメント、上位3名だったんですけれども、増田夢乃選手が体調不良のため、多分コロナじゃないと思うかと思うんですけど、不参加になってしまいました。残念です。ということで、今日の朝の8時について、今は4時半ぐらいなんですけど、早速飲み会を始めてます。つまみはこの大量のウニと、すごい、岩ホタテと、コブダイと、それからこれはナマコスクです。竹内さんが取ったお魚、これは私が2日前に潜って取ってきました。すごい、2人ともハイボールを飲んでます。糖質なし女子でビールは飲みません。はい、ということで、今日はこっち来るまで爆睡2人ともしてました。全然出れなかったそうで、気絶しました。10時間、はい、でもこれ以上寝ちゃうとね、時差ボケ取れないんで、はい、頑張って飲んで起きて、はい、でまあ10時ぐらいまで起きててください。はい、頑張ります。明日のティータイムは、ティータイムって分かるよね。明日のティータイムは10時だから、はい、だから練習したいでしょ。はい、プロだから練習するよね。俺は10分前に行って素振り5回で始めたいけど。すごい。ということで、明日はトーナメントコース10時から取ってあります。はい、明後日はアンドパーマー10時からで、しあさってがトーナメントコース10時からで、最終日がアンドパーマー10時から取ってあって、でこれから話さなきゃいけないのは、じゃあどこで4ラウンドしたいっていうのをちょっと話さなきゃいけないんだけど、4ラウンド5オーバーっていう約束事があるんで、QT サポートにはとにかく最初、明日は練習しないと、初めてのコースなんで、はい、いきなり本ちゃんっていうわけいかないから、2ラウンドできるから楽勝で、はい、大体もう3時間半ぐらいで終わっちゃうからさ。はい、まあ、俺としてはできれば2日目3日目で、明日両方回って2日目3日目でやっちゃった方がいいかなみたいな。あ、それはあり。2日目と3日目ですか。2日目と3日目でじゃなくて、そう、明日どっちも回って、うん、明日どっちも回って、あ、明日アンドレのパーマーと両方回って、そう、で2日目と3日目でっていうかさ、風が吹いてやばい時あるわけよ、ここ。爆睡してたから見れなかっただろうけど、2900機の、気になってて頑張って起きようと思ってたんですけど、気づいたらもうこんな、いや起こそうかなと思ったんだけど、かわいそうでさ、爆睡しててさ、ちょっと起こしてくださいって言おうとも思ってたんですけど、お話聞いたのに。それどころ、もう起きた時はもうこのロビーについてたからさ、ついてあげる。そう、気合ったんですよ。まあ帰り見れる。帰り見れるから、帰り寝ないで。帰りは、はい、途中まで起きてて、30分ぐらい起きてて見れるからさ。まあ、ともかくそれで、はい、風で中止になっちゃうっていうこともあるかもしれないんで、天気を見て、でそれで決めていくみたいな。明日はまとにかく練習ラウンドで、はい、ということで、どうぞゆっくり飲んで食べてください。ありがとうございます。はい、おはようございます。おはようございます。いよいよリンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦、ミッションヒルズに谷田選手、高山選手やってまいりました。残念ながら増田夢乃ちゃん、コロナかちょっと風邪だかよくわからないですけど、ダウンしてしまい来られませんでした。残念でした。今日は午前中が練習ラウンド、午後は本番1ラウンド目となります。トーナメントコースを回ります。抱負をよろしくお願いします。抱負、めったにできる環境じゃないので、楽しんで自分の実力を引き出せるように頑張りたいと思います。はい、そうですね、本当に貴重な機会をいただけたので、本当にしっかり楽しむことと、あとまだ時差ボケが残ってるので、最初の練習ラウンドで少しずつ慣らしながら頑張っていきたいです。ちゃんと約束通り5オーバー以内で回ったら、QT の一次予選の費用をリンゴルフで出してあげるからさ、はい、頑張ってね。頑張ります。ということで、リンゴルフからプレゼントの
高山選手は、タンブラー、はい、タイナ選手はヘッドカバーでした。ということで、これから、トーナメントコースというかミッションヒルズの練習場、400ヤードぐらい打てるすごく広い、練習場です。で、この3300メートルの山があるんですけども、この山の向こう側がロサンゼルスになって、であとその反対側に3500メートルの山が見えます。上の方はまだちょっと雪がかぶってますが、この間から強い風が流れているので2900機のウィンドミルがあります、風車があります。で、それと、そこから強い風が流れているのでミッションヒルズ3コースあるんですけど、全てのコースでこの山に向かって左側に、強い目が流れてますので、雇用名ともそれを考えてから、パターを打つようにしてください。まあ、各ホールで、僕がちゃんと教えますので、じゃあこれから頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、ミッションヒルズトーナメントコース1番ホールにやってきました。今の感想はどうでしょうか。ちょっと興奮してる。興奮してます。練習場がすごい広くて綺麗で、芝から球が打てたのですごいコースも楽しみです。はい、コース楽しみにしてください。ミッションヒルズは、時計回りに設計されているので、左側が OB になってます。で、先ほども言いましたが、後ろの山を必ずパッとする前に見てください。山の右から左に目が流れてます。傾斜がない場合は必ずこの目に沿って曲がりますので、パッティングの際は注意してください。ということで頑張りましょう。お願いします。それじゃあお疲れ様でした。練習ラウンドお疲れ様でした。これから後半本チャン最終決戦第1ラウンドいきます。5オーバー以内どっちか勝った方1人9スクール、5オーバー以内どっちか勝った方1人。2人とも以内でもダメなんですか。え、何、5オーバー以内、2人とも5オーバー以内でもダメ。ダメ、1人だよ。1人勝った方1人だよ。聞いてた、勝った人1人ということで、頑張ってください。前半の反省点を踏まえて、できれば、1オーバーぐらいで回ると十分可能性あるかなと。でパーマーも簡単だから、パーマーはイーブン1オーバーとかで回れ、十分回れるもんで、そんな感じで頑張ってください。ということでこれからよろしくお願いします。ワンラウンド、はい、リンゴルフフューチャーズトーナメントミッションヒルズの決勝戦第1ラウンド1番ホール高山選手のティーショットです。お願いします。右ラフ、お願いします。頑張って、フェアウェイ右ナイスショットです。高山選手右前の木がちょっとスタイミングになっています。162ヤード6ユーで打ちます。お、うまく下を抜けてナイスオンか、ちょっと大きいか。タイナー選手第2打目1番ホール残り150ヤード6番アイアンです。ピンの右に飛んでますがナイスオンです。はい、ありがとうございます。高山選手のボールはボールが水に濡れたからでしょうか、予想外にオーバーしてしまいました。つま先下がりの難しいライです。ナイスアウトです。ナイスアウト。谷田選手少しグリーンから出てしまいました。オーバーしましたがパターで
行けます。バーディーパットになります。外山選手大事なパーパットになります。おー、ナイスセーブ。あそこの悪いライからのセーブは素晴らしいね。さあ谷田選手確実にパーを決めたいところです。ナイスパー。両名とも無事にパーで1番ホールを切り抜けました。2番ホールパー5です。リンゴルフフューチャーズトーナメントの T セッティングはアナインスピレーションとメジャーと同じ T からということになってます。第1打、先ほどはナイスリカバリーでした。んー、ちょっと右、右の木の影ぐらいでしょうか。スタイミーでなければパー5なので問題ないと思います。谷田選手ティーショットです。ちょっと右バンカー方面に飛んでます。バンカーに入るか入らないかというところです。高山選手ティーショット右にそれましたが、スタイミーでもなく、パー5なので問題はありません。第2打です。確実にフェアウェイに戻したいところです。うん、ナイスショー。谷田選手フェアウェイ右、第2打目です。ちょっと左に引っ掛け気味ですが問題はなさそうです。高山選手なんとかバーディーチャンスにつけたいところ。92ヤード、52度。ピンの左に向かって飛んでます。距離はどうか。ナイスショー、バーディーチャンスです。谷野選手残り55ヤード、これもバーディーチャンスにつけたいところ。58度で打ちます。ちょっと短いか。ナイスオン。ありがとうございます。バーディーチャンスです。2番ホールグリーン上に来ております。高山選手約5メートル下りのフックラインです。さあ読み切ることができるか。惜しい、でもナイスパー。谷田選手は少々下りが入ったスライスラインです。惜しい、でもナイスパー。3番ホールにやってきました。順調な滑り出しで両名とも2ホール連続パーです。この3番ホールはアナインスピレーションでも、難易度3番目に入る平均で 4.2 ぐらいの難しい長いパー4です。ティーショットです。お、ナイスフェードでフェアウェイ右のイン、飛んでいきました。ミッションヒルズは時計回りにゴルフ場が設計されているのでフェード有利なコースです。
これはドローでど真ん中ナイスショット。第2打です。残り213ヤード、ちょっと左側に飛んでいますが、バンカーでしょうか。5番アイアンか言っているのやと5番アイアンかユーティリティ並んでおります。170や7ヤード残っております。5番アイアンで行くようです。やはりユーティリティに変えました。ピンに向かって飛んで続いています。距離はどうか。見えた？見えないです。見えない。俺も見えない。さあ高山選手、バンカーからの3打目しのげるか。うまい。おお、エクセレント。ナイスショット。さあ谷田選手、35ヤードほどオーバーしてしまいました。5番アイアンか5ユーか迷った末の結果になってしまいました。これも素晴らしいアプローチです。両名とも問題なくトラブルをパーでセーブしています。スパー。